ます。どうも、中村と申します。はい。皆さんお辞儀したんですけど、今。またサファリ1号店に来てるんですけれども、今回はマスターオブマスターみたいな話ですけど。皆さん結構謙遜がすごいんですけど。お名前だけよろしいですか？松本です。あ、松本さん。はい。よろしくお願いします。ヴィンテージのデニムって金額すごいの。そうっすね。多いじゃないですか。はい、まあ、多分本当この辺だけで何千万ぐらいいってるみたいな、さっき聞いてたんで。はい。やばい度、危険度みたいなところで、はい、見せていただけたらと思うんですけども、はい。よろしいですか？はい。じゃあよろしくお願いします。ご説明いただいていいですか？これが多分あの 506WX でスライドなんでこんなに古くないです。50年代前後。50年代前後です。50年代前後のジャケットですね。506WX、うん、パッチがすごいんですよ、これ。パッチが残ってるのがあんまりないんで、もうじゃあこの状態でも残ってるっていうのがだいぶでかい。そうですね、はい。これ金額ってこれが確か88万円ですね。88万円、はい。すごいな。でもこれは今めっちゃ切れそうな形ですね。そうですね。これね、大きいサイズなんですか、ちっちゃいサイズなんですか？これが多分確か40ぐらいかなと思いますね。Sですんで。Lとか。M ちょっと大きめみたいな。M ちょい大きい。88万ってすごいですね。88万のデニムジャケットか。ファーストってやっぱり基本的にもうじゃあ状態が良かったらすごい高いものが多いって感じなの？そうですね、基本的に今ファーストはちょっと飛び抜けてる感じがしますね。セカンドとちょっと壁がある感じなんですね。少し金額の差がかなりあるような気がします。1位がかなりえげつないって感じなんですかね。そうですね、これが多分一番ご紹介する中でこちらですね。ちょっと色も合わせてて、はい、状態もなんかペンキみたいな汚れがついてますもんね。しかも分かんないですけど。これがあの S506WX っていうタイプで S がつけましたね、はい、これがあの通称対戦モデル。ああ、よう聞くやつですね、はい、もう対戦ってめっちゃ聞きますもんね。そうですね、対戦モデルというタイプで、通常多分筒ボタンなんですけど、1234ボタンが通常です。当時その物資を制御されてて乾燥化されてるんで、マットボタンが4つ。そっか、対戦ですもんね、はい、対戦中だから42年から47年。42年、本当にそっか、対戦の時だから。本当にそうです、はい、なるほど。42年ってもうやばいっすね。よう服って残りますね、すごいですね、はい、あとフラップもあの、はい、やっぱ制限されてるんでフラップなしのこういう。あ、そっかそっか、はい、もうポケットとかそんな入れてる場合じゃないよということで。そうか、もともとはファーストはポケット一つですもんね、はい、フラップがなくなってるんですね。ここにフラップがないやつはヤバいやつなんですよ。まあそうですね。で、4つだったらもう。あ、そっか。ボタン4つでフラップないファーストはもう完全に危険なんです ね、はい。すごいな。で、一応当時はその物資をあの制限されてたんですけど、はい、生地だけはしっかりしたのを作りたいって言って、この年代で生地がちょっと違うんですよ。あ、そうなんですね。そこは全然もう惜しまなかったんですね。あ、そうですね。なので、めっちゃ面白いな。やっぱその生地感が特徴で、はい、やっぱ皆さん対戦がっていう、はい、言われてるゆえんだと。なるほど。またそのディティールもやっぱりちょっと変わるので、この年代だけ、はい、分かりやすく変わるってことですよね。はい、すごいな。めったに入らない商品ですね。これはじゃあちなみにごめんなさい、ちょっとね、お値段まで聞いてなくて、あの180万円タックス。180万円タックス。200万じゃないですかそれ。そうですね、やばいっすね、200万円。はい、やばいな。でもこれってパッチ、はい、もうないですし、はい、まあいろいろちょっと汚れとかもまあまあ、であのダメージとかもあると思うんですけど、うん、もしこれがじゃあ綺麗だった場合ってお値段どれくらいになるんですか？綺麗だったら800から1000ぐらいじゃないですか。そんなにいくんですね。もう高級車買えますね。そうですね。ワンちゃん2台ぐらい高級車いけるかもしれない。そうですね。でもなかなか出てこないですね。でもなかなか出てこない。過去はうちは800万か800万ですか。それの人も大丈夫ですか？800万って。800万では売れてます。ほんとこれ昨日入ってきたばっかりなんで。え、これ昨日入ってきたんですか？よく、ちょっとめっちゃいいタイミングで僕、これ出すね。めっちゃいいタイミングです。ほんとこれだけ最後着てみてもいいですか？全然大丈夫です。着て大丈夫かな。あー、いいんですか？すいません、なんかまあちょっと。怖いな、なんかちょっと傷つけたら50万ぐらい取られそうと思ったんです。なんか古着っぽいというか。めちゃくちゃいいじゃないですか。怖いな、なんかこれ着ていいじゃないですかとか言われると。そうなんですね。ただ対戦の時皆さんが着られてたモデルというか、はい、これがレジェンドモデルなんですよ。200万着てますよ僕。200万のデニムジャケットなんか軽い気がするんですけど、気のせいですか？だから持ってるから。あ、いや違う、そういう意味じゃないです。なんか生地が違うって言ってたからそういう感じだったかなと思ったんですけど、綺麗じゃないからこそ安いって感じ。まあ、そうですね、その分の金額だと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあこれがマックスの対戦モデルということで、はい、ありがとうございました。やばいデニムジャケット、リ
ディバイスを、はい、お見せいただきました。ありがとうございます。すごいな、もう本当これは昨日入ったばっかりということで、僕が本当割とめっちゃ最初というか早めに行ったっていう。なるほど、はい。じゃあこれも普通にもう今日から売ってるんですか？今日から販売する予定です。はい、じゃあまあちょっと動画が出る頃までにあるかわかんないんですけれども、もしあったらぜひ、まあ、お電話とかわかんないですけど、はい、問い合わせみたりとかしてみてください。よろしくお願いします。お値段は、200万弱ぐらいですもんね。108万タックスですね。108万タックスですね、はい、198万とは言わないですね。ありがとうございます。はい、とんでもないです。そしたら今日はね、いろいろ、勉強させてもらってますので、はい、今日勉強させてもらったところは、サファリ自己店さんなので、まあ、こんな、えげつないのも入ってくるところなので、まあ、ぜひ皆さんも持ってる方とかいらっしゃいましたらわかんないですけど、そういうのいらっしゃいましたら、ぜひ、委託とかやられてるんですか、ね、はい。委託とかやられてるので、ぜひ皆さんも来てみて、委託してみてください。ぜひ皆さんも来てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、次にお電話しましょう。はい、失礼します。いや、怖いっすね。